オンラインフランス語学校アンサンブル・アン,フン・フランセ提供フランス365最新ニュースへようこそみなさんこんにちはパーソナリティの野瀬祐介です本日もフランス365のフランス最新ニュースの時間が参りましたどうぞ最後までお聴きください番組は2部構成でお届けします第1部は3月第2週目に フランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は、第1部で取り上げたニュースの中から、アンサンブルスタッフが選ぶ、最も注目すべきニュースを、日本語とフランス語を交えて、詳しくご紹介します。フランス365、フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。 この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聴きください。それでは3月第2週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。アルジェリア大統領選。 現大統領の出馬にフランスでも批判紛失10日日曜日午後定期検診のためにスイスのジュネーブを訪れていたアルジェリアのアブデルアジズ・ブーテフリカ大統領が2週間ぶりにアルジェリアに戻りましたブーテフリカ大統領は4月18日木曜日に実施される大統領選挙に5期目を目指して出馬する意向を示していますが独裁者として知られ 高齢で健康状態が良くないブーテフリカ大統領の続投に、アルジェリア国内だけでなく、フランスでも辞任を要求する声が上がっていました。これらを受け、翌11日、ブーテフリカ大統領は出馬を辞退しました。気候変動を食い止めよう。10代の若者たちが立ち上がる。フランス全土で地球温暖化などの気候変動に対する、 10代の若者たちの関心の高まりを受けて国民教育省は15日金曜日にフランス国内のすべての高校で気候変動に対する討論会を実施する旨を発表しましたまた同じく15日には10代を中心とした若者たちによる気候変動防止を訴えるデモ行進が予定されていますエッフェル島のレストラン 地元産のオーガニックな食材のレストランに生まれ変わる12日火曜日、エッフェル塔内にあるレストランが地元産のオーガニックな食品を使ったレストランとして5月末に新たにオープンすると発表がありました今後1年間はパリを含むイルド・フランス地域圏内の食品生産者がこれらのレストランに食材を提供することになります 欧州議会、トルコの EU 加盟交渉を中断化。13日水曜日、欧州連合 EU の立法組織である欧州議会は、フランス東部のストラスブールで開かれた総会で、トルコの欧州連合加盟に向けた交渉の中断を求める採択を行い、賛成340票、反対109票、棄権 143票で可決されました。続きまして、アンサンブルスタッフが、この中から最も注目すべきニュースを、日本語とフランス語を交えて、詳しくご紹介します。今回は、エッフェル島のレストラン、地元産のオーガニックな食材のレストランに生まれ変わるです。12日火曜日、エッフェル島内にあるレストランが、 地元産のオーガニックな食品を使ったレストランとして5月末に新たにオープンすると発表がありました。今後1年間はパリを含むイルドフランス地域圏内の食品生産者がこれらのレストランに食材を提供することになります。レストランル・ジュール・ベルヌエッフェル島はフランスで最も有名な観光スポットで 年間およそ600万人が訪れます。エッフェル島の2階部分にあるレストラン、ル・ジュール・ベルヌは、昨年9月より始められた改修工事を経て、今年の5月末にリニューアルオープンします。ル・ジュール・ベルヌは、地上およそ125メートルにある伝統的なフランス料理専門のレストランで、ミシュランガイドで一つ星を獲得しています。 2017年7月14日のパリ祭では、エマニュエル・マクロン大統領とアメリカのドナルド・トランプ大統領が共にここで食事をとりました。料理長、アラン・デュカス氏。2007年から2018年までは、パリのハックにあるオテルプラザ・アテネのレストラン、アラン・デュカスや、モナコにあるルイ・キャーンズなど、 世界各地のレストランを経営するアラン・デュカス氏が料理長を務めました。デュカス氏は史上最年少でミシュランガイドの三つ星を獲得し、また異なる国で三つ星を獲得した初めての料理人として知られています。二代目、フレデリック・アントン氏。その後はパリの16区にあるル・プレ・カトランで2007年以降、 ミシュランガイドの三つ星を獲得しているフレデリック・アントン氏が料理長を務めています。アントン氏は、フランスで絶大な人気を誇っている料理対決番組マスターシェフフランス版で、2010年から2013年の間審査員を務め、また MOF と呼ばれる国家最優秀職人賞を授与されるなど、フランス国内で絶大な人気を集めています。 サンカント・ユイット・トゥール・エッフェルエッフェル塔の1階部分にあり地上から57メートルの高さに位置するサンカント・ユイット・トゥール・エッフェルは内部が2階構造になっていてカジュアルな料理から本格的なフランス料理まで楽しめるレストランです名前の由来は地上57メートルにありそこにピアノや調理台客が座った時の高さである1メートルを足した 58メートルが元になっています。ティエリー・マルクス氏。責任者を務めるティエリー・マルクス氏は、1996年にミシュランガイドの一つ星を獲得し、1999年に二つ目を、そして2004年には三つ目を獲得しました。また、2006年にはミシュランガイドと同じ影響力を持つレストランガイド、 ゴー・エ・ミヨでシェフ・オブ・ザ・イヤーに選ばれています。2010年から2014年までトップシェフの審査員を務めたり、漫画の登場人物として描かれるなど、フランスでは絶大な人気を誇ります。2012年には芸術文化勲章のシュバリエを、2013年にはフランスで最も権威があるとされている レジオンドヌール勲章のシュバリエが授与されています。地産地消のシンプルなメニューを従来より地元の食材や素材本来の味を生かした料理を推奨しているマルクス氏は地元の食材でフランス料理のノウハウを生かしたシンプルな料理をと述べ地産地消のメニューを提供すると明らかにしました。シャルトル オルレアン、パリの間で有機農法を行っていて安定的に質の良い食材を提供することのできる農家を探し、イルドフランス地域圏の生産者が1年間2つのレストランに食材を提供することになりました。食品業界の責任マルクス氏は2050年には我々飲食業界は 社会と環境の重要な責任を負うことになるだろうと述べ、大量生産、大量消費に対する警鐘を鳴らしています。パリを訪れた際には、エッフェル島で地産地消の料理を味わってみるのもいいかもしれません。では、ただいまご紹介した内容を、アンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、 セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方は、ホームページをご覧ください。では早速お聞きください。Les restaurants de la tour Eiffel se mettent au bio et au local.Les restaurants de la tour Eiffel rouvriront leurs portes fin mai avec des produits biologiques du marché local au menu. Au cours de la prochaine année, les producteurs alimentaires de la région île de France y compris paris fourniront de la nourriture à ces restaurants le Jules Verne La Tour Eiffel est l'un des sites touristiques les plus célèbres de France et attire environ six millions de personnes par an. Le restaurant Le Jules Verne, situé au deuxième étage de la Tour Eiffel, rouvrira ses portes à la fin du mois de mai de cette année. Après, une Rénovation commencée en septembre dernier. Le Jules Verne est un restaurant spécialisé dans la cuisine française traditionnelle située à environ 125 mètres du sol. Le 14 juillet 2017, lors de la fête nationale française, les présidents Emmanuel Macron et Donald Trump y ont dîné. Le chef cuisinier Alain Ducasse de 2007 à 2018, c'est Alain Ducasse qui était le chef du Jules Verne. Il dirige des restaurants dans le monde entier et est le chef du restaurant Alain Ducasse à l'Hôtel Plaza Athénée dans le 8e arrondissement de Paris ainsi que du Louis XV à Monaco. Monsieur Ducasse est reconnu comme le premier chef cuisinier à avoir eu trois étoiles dans des pays différents et aussi comme le plus jeune à avoir obtenu trois étoiles. Le successeur, Frédéric Anton. Après cela, c'est Frédéric Anton qui reprend le Jules Verne. Il est chef cuisinier aux trois étoiles au guide Michelin depuis 2007 au pré-Catalan dans le 16e arrondissement de Paris. De 2010 à 2013, il participe en tant que membre du jury à l'émission de confrontation culinaire, master chef, version française, qui est extrêmement populaire. En outre, il a acquis une grande popularité en France, notamment en remportant le titre de MOF, Meilleur ouvrier de France. Le 58 Tour Eiffel. Le 58 Tour Eiffel situé au rez-de-chaussée de la Tour Eiffel à 57 mètres au-dessus du sol est un restaurant à deux étages. Ce restaurant propose des plats français allant des plus décontractés aux plus authentiques. Son nom vient des 57 mètres au-dessus du sol auquel on ajoute un mètre pour la hauteur du piano de cuisine, c'est-à-dire la hauteur à laquelle les clients sont assis. Thierry Marx. C'est Thierry Marx qui dirige le Jules Verne. Il a remporté une étoile Michelin en 1996, une deuxième en 1999 et une troisième en 2004. De plus, en 2006, il a été élu chef de l'année par le guide des restaurants Go et Mio, guide ayant la même influence que le guide Michelin. Juge de grand chef de 2010 à 2014 et personnage dans un manga culinaire, il est extrêmement Populaire en France. En 2012, il a été nommé Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Puis, en 2013, il est fait chevalier de l'ordre et de la Légion d'honneur, considéré comme la plus prestigieuse. Décoration de France. Menu simple de production locale pour la consommation locale. Monsieur Marx qui recommande l'utilisation d'ingrédients locaux et la saveur originale des ingrédients a déclaré qu'il proposerait une cuisine simple basée sur la production locale et pour la consommation locale en utilisant donc des ingrédients locaux et le savoir-faire de la cuisine française. Entre Chartres, Orléans, et Paris, des agriculteurs de la région Île-de-France qui pratiquent l'agriculture biologique et qui sont en mesure de fournir des produits alimentaires stables et de haute qualité fourniront des ingrédients à ces deux restaurants pendant un an, les responsabilités de l'industrie alimentaire. Monsieur Marx a déclaré, en 2050, nous aurons une responsabilité sociale et environnementale majeure dans le secteur des produits alimentaires et des boissons, mettant en garde contre la production et la consommation en masse. Alors, lors de votre prochaine visite à Paris, pourquoi ne pas essayer cette cuisine bio et l'ocavore à la tour Eiffel フランスのシンボルとも言えるエッフェル島のレストランでオーガニックや地産地消の美味しい食事を提供することで国内外へのとても良いアピールになりそうですよね世界的に有名なシェフが手掛けるシンプルで体に良いフレンチ美しいパリの街を見下ろしながらぜひ堪能したいものですさて 本日の配信はいかかがでしたでししたょうか番組を聞いてもっとフランス語に興味を持ったフランス語を勉強したいと思われた方はオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセをご検討くださいアンサンブルでは経験豊富な講師がすでに45名以上在籍していますマンツーマンのフランス語会話レッスンが1回1500円からパソコンと インターネットがあれば365日世界中どこででも受講できますアンサンブルの講師は日本語英語が堪能な方も多数在籍しているので入門者でも安心です試験対策留学準備などもサポートしていますので全レベルの生徒様に幅広く対応していますさらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく 無料のグループレッスンにご参加いただけますレッスン内容は、リクテ教科、発音教科、そして会話教科という3種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方はぜひ、アンサンブル・アン・フランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を 講師、スタッフ一同、心よりお待ちしていますこの番組は毎週週末から週始めをめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますのでぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校 アンサンブル・アンフランセは毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信しています週の初めはフランス365でフランスの最新ニュースを週末はアラカフェットでフランス語学習をお楽しみくださいそしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがありますアアンンンンサンブルフランセ お問い合わせ宛てにお名前フランス365を聞きましたと明記して送ってくださいフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしますたくさんのご応募お待ちしていますそれでは皆さんまた次回の配信でお会いしましょう